食事系のダイエットは組み合わせが大事です。こんにちは。今日はですね、ダイエットについてお話ししたいと思います。食べ物系のダイエットですね、いろんな方法があるかと思うんですが、私は生姜紅茶のダイエットをやってます。でただここに行くまでいろんな段階を踏んでます。まずね、朝これリンゴだけっていうのをやったんですね。でこれリンゴ個人的に好きだったんでそれをやったんですね。朝リンゴだけ食べたんですね。最初はすごいいっぱい食べてたんですけど、やっぱり量が少なくなってくるん で次にですね、今度野菜ジュース、これやったんですね。野菜ジュースだけ朝で、これもそんなに最初は相当900ml のペットボトルとか全部飲んでましたけど、これもだんだん量が減ってきました。でそしてから生姜紅茶だけに変わったんですね。で生姜がやっぱりその体にいいというのもありますし、紅茶が体を温めるんでね、そんな意味合いで飲んでるんですが、で朝はこれだけになりました。で、体調もね良くなったんですね。で腸の動きも活性化してすごく便とか尿もよく出るようになったんですね。ですので食べ物系ねなかなか続かないという方はですね、組み合わせるのが私はいいかと思います、ね、挫折してもこれは家庭の一つとしてね、私は3段階今ねリンゴ野菜ジュース紅茶と、うまくいきましたが、これ別に4段階5段階10段階それ以上でもいいと思います。いろいろ試して自分に合うのを続ければ私はいいかと思います。参考にしてください。よかったらこちらからチャンネル登録をよろしくお願いします。